トーナメントの本命登場。小西拓磨。世界の前に、まあ、その通過点としてきっちり日向であろうと、まあ、中島選手であろうと倒していきたいと思いますね。現役の消防士ながらその合間を縫い練習に励む25歳。ゴングから警報を狙うそのアグレッシブなファイトは必見。ゴーダを炸裂させ全試合 KO で日向まで世界まで突っ走る。日本とも KO でこのトーナメントは終えたいなと思います。トーナメント大和田を演出するならこの男。北斗神拳は無敵だ。トリュビレートスーパーウェルター級王者北斗拳太郎。小西選手が一番強いと評判あったので、そのすいませんもう一回その長身を生かしアマチュアから各団体のタイトルを総なめにし、現在はトリビレートの王者に君臨する22歳。あの健太郎選手自体は北斗拳は世代ではないっちゃ世代ではない。もう見てちゃんと東京 X で東京 X で。それは順番的には北斗拳太郎になったから見てるのか、それともその前から見ていたのか。その前からすでに見ていた。あ、出来上がってますね。その奇抜なスタイルに目を奪われがちだが、その実力は本物。一気に世界の頂点まで駆け上がるポテンシャルを秘めている。お前はすでに死んでいる。確実に KO で勝てる相手かなと思います。レベルスレイダーストーナメント準決勝、小西拓磨 VS 北斗拳太郎。